昨日の午前6時から一応ここにはいました。あ、持ってますよ。あの GPS とか内蔵されてて、やっぱり iPod Touch とは違う使い方できると思いますね。まあ、Google マップス起動してその GPS と連動してるのを見て感動するぐらいですかね。昨日の夜11時ぐらいですかね。 iPod と携帯が一緒になるって結構荷物とかも減るし、まあ、まとまったこと絶対便利じゃないですか。10時から au ですね。新規で購入して、とりあえず 2つの会社でやってみて、まあ、様子を見るって感じですかね。多機能ですし、まあ、デザインが俺好きなんで。昨日の夜のですね、9時ぐらいですね。今まで au でした。ちょっと商品としての魅力の方が強くて、